川市内名口会の乃木会長が会員5人は6日中城南小学校の内縄口クラブの手作りのお手玉50個を送りました。乃木会長が、私が子供の頃はお手玉のことをおおしいとうと言いました。リズム感を取り養い、脳の活性化を図ります。以前は袋にも入れていましたが、食べ物を大切にしようと今はペレットを入れていますと話しました。あの銀のトロンボーンさんのリクエストがないね。ああ、そうなんですね。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報社説総合面からです。18・19歳県内 46.7%。 県選挙管理委員会が11日に発表した18・19歳の投票率は 46.74% でした。県全体の投票率 54.46% より7ポイント低いことが分かりました。選挙権年齢の引き下げに伴い、主権者教育や啓発運動などが盛んに行われてきましたが、高投票率には結びつきませんでした。続いて琉球新報スポーツ面からです。岸本日本代表入り、キングスから初選出。日本バスケットボール協会は11日第38回男子ウィリアム・ジョーンズカップに出場する日本代表メンバー14人を発表し、琉球ゴールデンキングスの岸本隆一が選出されました。キングスから日本代表選手が出るのは初めてです。岸本は日本の代表として、沖縄の代表として一生懸命頑張りたいと意気込んでいます。続いて沖縄タイムス社会面からです。ヤンバルクイナゲノム解読。本島北部のヤンバル地域のみに生息する絶滅危惧種のヤンバルクイナについて、国立環境研究所や京都大酪農学園大学の共同チームがゲノム全遺伝情報の解読に成功したことが11日までに分かりました。国内固有の希少種でゲノムが解読されるのは初めてです。今後ヤンバルクイナの繁殖能力や病気への抵抗力などに関わる遺伝子を調べ、繁殖などに役立てます。最後に沖縄タイムス地域面からです。おおしいとう楽しい。中城南小学校にお手玉寄付。宜野湾市内名口会の与儀会長ら会員5人は6日中城南小学校の内名口クラブに手作りのお手玉50個を送りました。与儀会長が、私が子供の頃はお手玉のことをおおしいとうと言いました。リズム感を養い、脳の活性化を図ります。以前は袋に豆を入れていましたが、食べ物を大切にしようと、今はペレットを入れていますと話しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。そうなのね、もうすぐ行っちゃうんだ、ありがとう。今日のテーマ、女性のファッション。昨日のツイッターと少し変わった。嘘ツイッターでやってるんだ。ツイッターで私毎週テーマやってます。
歌えそうですね。おーい。女性のおしゃれか。間違った。今日のテーマ。女性のおしゃれ。ああ。微妙に違う。微妙に違う。意味合いがね。うん。まあね。それでは皆さん、チュラガンジョ体操始まりますよ。キリッツー。皆さん、ツイキャスの音はどうでしょうか。なんかさっきでかいとか言ってたけど、今はどうでしょうか。ちょっとちっちゃくしたけど、今いいぐらい。女性のはい、今ですよ、ミーノのファッションチェック。今日はスケスケのドレスに、あの、異邦人みたいな。異邦人、あーだろ、オンのまんオレンジの何ですかこれ。インナーはタンクトップですか。そうですね、はい。で、長いスカート、これズボンなんですよ。あ、そうなんだ。お、靴がおしゃれだなと思った。今日靴おしゃれですね。サンダルでカラフルでおしゃれでした。後で持ってきますね、うん、あ、外でもラジオ体操した後だいつもこの時間なんだよな。やるよ。嘘、これでかいか割れるって。マジか。今は AKB さん、このカーブをずっとくストレッチ、そして筋肉つけよう、筋トレで手足を思い出してランキング、またカーブをずっとストレッチ。よし、体温まりましたか。8時台始まりますよ。時刻は8時2分を回っていますよ。 79.7MHz FM ギノワンのスタジオからモーニング8、火曜日担当のミノが生放送でお送りしています。よろしく。パチ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 。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオ、すがすがしい景色が広がっておりますよ。いつもあのチュラガンジュ体操の時間ですね、パッと見ると隣で工事現場のね、服着た作業着のおじさんたちもラジオ体操をしてミーティングしてるんですよ。なんかいいですね、こういうのあ、今日も時間通り動いてるなって思いましたですね、こちらからのお天気なんですけれども、宜野湾晴れてますね。やっぱ海ね、ちょっと風が強いせいですね。きっと白波が立っているのがよくわかります。風は強くて木陰は涼しいかもしれないですけれどもさ、皆さん水分補給忘れずにちゃんと取ってくださいね。熱中症って気づかないうちになってるんですよね、脱水症状とか。うん、なったことないですか。あ、なんか私はポイのをなったことありますこれかなっていうのなんかちょっとクラクラするなみたいな、多分これ、あ、これが熱中症なのかなっていうのはありましたけど、何がどの症状か私もまだちょっとわからないので、うん、でも皆さん気をつけてくださいね。ということで、私前半ですね、
始まって30分間ですよ。女性のファッションが今日のテーマって言ってましたけど、すいません、昨日のツイッターで私女性のおしゃれっていうのがテーマにしてた、ごめんなさい。でも似てるからねそんな問題じゃないですか。すいません、これしかもね、ひーふーみーさんが教えてくれたんですよ。今みーの昨日とちょっとツイッターで言ってることとテーマ違うよって、申し訳ないです本当に。ツイッターが荒れたよやごめんなさいね。あ、もうでも前半でも発表したので、どっちでもいいです。女性のおしゃれまたは女性のファッション、今日のテーマよろしくお願いいたします。この番組はあなたからの、あなたからのリクエストやメッセージで成り立っております。797@fmgnon.com、 797@fmgnon.com です。また FM ギノンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。 FM ギノンのホームページからもう簡単にチェックすることできますので、そちらでもお楽しみください。そしてこの後モーニングエイト、お天気、道路交通情報をお届けいたします。そしてメッセージを紹介し、私の観光ミノリズムについて、ミノリズムお話ししますよ。そして突撃朝ごはん教えてということで、今日は2人電話おつなぎいたします。お楽しみにということで、一曲お送りしましょうか。あ、いいですね。ひふみさんからのリクエストです。ありがとうございます。シンディーローバーシーバップ。そんなに音大きかった、ごめんね。脱毛しなければいいじゃん。多いわけ、知ってる、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんで暑いから、わかんない、なんか多いわけさ。だから俺これ反対運動起こした。なんでそのままでいい、わかります、そのままでいいんですよ。全然男の人ヒゲやりたいと思わないですか。ヒゲやりたい、これさ肌弱いからやりたいわけ。やる人多いって言いますよね、男の人。最近でしょ、うん、だって前時間もかかるし、うん、2日に1遍なんだけどさ、寝不足とかだとすぐできるけど、でも治らなくなる。やってみてもいいと思いますよ。だからこの隣の隣がそういう店らしいから、前エレベーターで一緒になってから、ね、やったなって言われたっけ、その人もじゃあやりにくいよ。男性専用はありますから ね、うん、なかなかね、でもこうなんていうの、後回しにしてしまう、うん、女性は多分それが一番になるわけでしょ、その日の中で、まあそうですね、これやっとこうって、うん、必ず。でも後回しになった全然、うん、まだ時間かかるから。時間かかるか、そうなんですよ。ヒゲもかかるかな、濃ゆいところはかかると思います。ヒゲ結構毛の太さってあるじゃないですか、腕とかとかだったら、うん、そういうところってやっぱちょっと長いと思う。5回ぐらいしたら薄く塗っていくよって言われて、うん、整えるためにやる人もいます。この形が嫌いとか、ちょっと薄くしたいとか。そらんでいいんだったらやりたいな、うん、今日も痛いし。別品のなんか昼脱いだら足の爪にネイルしてた、わーおってそれはいいこと悪いことな、どんな爪だからこんな真っ赤とか、しかも真っ黒、ヒール脱ぐわけ電車で、やだそれですね驚異的。次天気ですね、天気道路。天気道路行くさ、でメール行って、うんうん、で曲挟んで、その今日は何の日の後にこの千葉君紹介してもらっていい？あ、了解です。
広場ってこんなみんなは足の爪に寝る。私ね、足もねちょっと塗ってるけどね、薄い赤いラメのやつ、地爪の色が分かるぐらいの薄さ。時刻は8時10分を回りましたよ。 79.7MHz FM 技能よりお天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。7月12日火曜日、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れており、にわか雨の降るところがあります。降水確率、朝6時からお昼までが 20%、 その後は 10% です。日中の最高気温、今日は33度ですよ。今日も暑いね。南の風やや強く、後南西の風やや強く晴れ、波の高さ4メートル後3メートルとなっておりますよ。風強いんだよね、本当に。このドアの開け閉め、皆さん気をつけてくださいね。私もこの風強いの忘れて、ドア開けた時に隣の車にぶつかるんじゃないかっていう勢いでパッと開いたので、ちょっとドキッとしました。皆様気をつけてください。沖縄本島地方では12日昼前まで強風に注意してください。また沿岸の海域では13日にかけて高波に注意してください。以上、お天気お伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは高速道路、沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、事故車の情報が入っています。沖縄自動車道上り、汽車場スマートインターチェンジで事故車がありますよ。そして那覇インターチェンジ付近、こちらは下り、渋滞が一部発生しています。そして、沖縄自動車道下り、金インターチェンジ付近で工事中のため、規制がかかっております。下り金インターチェンジ付近、工事中のため第一走行規制です。そしてこちらもですね、よいしょ、下り巨大インターチェンジ付近、工事中のため第一走行規制がかかっております。いっぱいだね。こちらもですよ、沖縄自動車道の上り、北中城インターチェンジ付近、工事中のため規制中となっております。皆さん前方注意して運転してください。続いて一般道路です。現在一般道路、まずは58号線からお伝えしましょう。現在58号線、牧港からぐすくままで渋滞が続いています。南行き、牧港からぐすくままで渋滞が発生しています。そして先ほどもお伝えしたように、330がねこ交差点を過ぎて古島まで上下線とも作業中のため一車線規制となっておりますよ。皆さん本当にこれ気をつけてくださいね。無茶な運転はしないようにしてください。国道335線南行き、浦添市西原トンネルから那覇市古島まで、そしてこちらも、これは南行きという上下線ですからね、南行き北行き、こちらの間はスピードを出さず、無茶な運転はせずに、本当に安全運転で走ってください。よろしくお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。今ウッチーさんがもう手のジェスチャーでね、これぐらい、あーやっぱこれぐらいっていうやり取りをやってて、なんでしょうね、
うん、楽しいですね、こういうのって。はい、ここでメッセージ紹介しましょう。おはよう、みーのーネーム、ギマですよはい、おはよう。ネイルもかわいい、みーのーネーム、ギマですよ。今日のテーマ、女性のおしゃれといえば、まずみーのはおしゃれだね。ありがとうございます。ネイルもお肌もバッチリ決めてるね。さすがさーって。あと、女性のおしゃれは、化粧もだね。化粧で結構雰囲気も変わるからね。あと、女性でネイルやお肌にお金をかける人、ある程度は理解できますよ。みんな可愛く綺麗になりたいんだよ。でもほどほどにって感じだね。やっぱそうですよね。私もね、お肌気を使ってますよ。ちょっと前までやっぱエステとか通ってました。そうなんですよ。でも最近はなんか自分でお手入れできる、で自分でもお手入れできるっていうのを学んできて、自分の肌にはこういうのが合ってるなっていうのが。ありがとうございます。私最近あのメイクは肌にいいの使ってるんですよ。あのつけたままでも寝れるファンデーション使ってます。あとはあまり厚塗りはしないようにしたり、落とすときはホホバオイルっていうのを使ってます。メイククレンジング、メイク落としじゃなくてホホバオイル、オイルですよ、うん、オリーブオイルみたいなやつそれを使ってぬるぬるぬるって化粧落としたり、マッサージしたりで、ティッシュで拭き取って水でちょっと流して化粧水つけて、夜はちょっと水分含んで寝るっていう感じですね。うん、徹底してますよ私ちゃんと。うん、頑張ってる。ベッキーみたいになる。何、不倫やめてくださいよ。そんなことしないですよ私。何を言うんですか、もうウッチーさん でも嬉しいですね、ギマさん、ありがとうございます。私ねちょっと今年はあんまり焼けないように気を使おうと思って、うん、海行ってますねまあまあ焼けるために行ってるわけじゃないから。昨日は行ってないですね。昨日月曜日、日曜日、まあ、ちょっと海をちらっと見たぐらいですよあと一つ紹介しましょう。今日目視の銀のトロンボンです。おはようございます、ミーノーさん&ウッチーさん。今日のテーマ、女性のファッション。女性のファッションいい、素敵じゃないですか自分はファッションに疎いので、マニキュアとかピディキュアとかアンクレットとかイヤリングとかのワンポイント的におしゃれしているのを見ると素敵だなと思いますし、あと胸の小さい旗、胸の小さい羽などついたブローチなどもいいですね。胸の小さい、胸にか、ああ胸に小さい羽などついたブローチもいいですね。あー、ブローチ、ブローチいいですね。私もブローチなんかシンプルなの欲しいなって思った時あります。可愛くワンポイントでちょんって。あ、でも分かるよ、ワンポイントいいですよね。あまりこうチャカチャカしすぎず、チャカチャカチャラチャラなワンポイントおしゃれ、私も目指したいと思います。メッセージありがとうございます。あと一つ紹介していいですか。ラジオネーム奈良の国江さん、ありがとうございます。みのちゃん、おはようございます。私の周りではそんなにファッショナブルな女性がいないですよ。環境や職場、学校などで違うのでしょう。ところで選挙ですが、国民投票が近い将来行われる可能性が高くなりました。イギリス人が今困っていますね。日本が大変なことにならないように祈るばかりです。もうこんな感じの感情で読んでよろしかったですかイギリスね、今大変になってるねどうなるんですかね、あれもう一回やるのかな。もう一回やる。でもまたやったらまた覆すぜみたいな感じで、また選挙やったらまた俺らもやるよみたいな感じで、ユーロの賛成と反対がいますけどどうなんですかね。でもこれユーロ完全に抜けるのに7年ぐらいかかるって言ってますけど、やったべ、まあ、この間にいろいろ考えは変わるかもしれないですね。抜けきれないうちにそっか。いや、日本もね、なんか大統領選とかちょっと首相選ぶときなんか国民投票とかやってみたいな。やってみたい。あれやったらちょっと盛り上がるんじゃないかなと思いますね。やっぱりちょっとね、うん、で私沖縄県民だけど東京都の都知事選ちょっと参加してみたい
なんでよって思われるかもしれないけど、メディアでねあれだけやってるのにさ、私関われないんだと思ったらさ、ちょっとなんか寂しく感じた。無理やり。いいのですけど。ちょっとやっていいですか？怖いな。怖い怖い本当に。ってことでリクエストお届けしましょう。AKB ファンさんからのリクエストです。キャリーパミュパミュファッションモンスター。アメコミのフィッシュボーンヘアにハイウエストデニムがリリースは個人的にポイントです。すごいね。さっぱりわからん。なんだよフィッシュボーンヘアって。フィッシュボーンヘアっていうのは三つ編みあるじゃないですか。おうおうおう、あれが細かくなった感じで。レゲエの？いや違います。フィッシュボーン、魚の骨みたいな。だからレゲエのじゃないか。違うんですよ。あのこの辺が編み込まれてる女の人いるさ、レゲエ。あれじゃなくて。あれじゃない。あれじゃないです。魚の骨をここにぶら下げてるような感じです。こんなの？なんか今流行ってる感じのやつ？三つ編みは髪を三束に分けてこう編んでいくものなんですけど、うん、フィッシュボーンは二つに分けるんですよ。うん、で外の髪を中に持っていく、うん、これを交互にやっていくんですよ。うーん、そしたら魚の骨みたいになんか真ん中の中心からこう枝分かれしているように見えるといいますか。見たことない。あるのかな。時間かかるんですよこれ。ああやって今度来週。来週来週絶対忘れてますよ。朝から、うん、朝早いのに大変ですよ。もう私何時に起きるかなと思って。髪の長い人がやったら似合う。長いじゃん。私短い方です、うん、ハイウエストのデニムっていうことはこのおっぱいぐらいまであるデニム。いやもうちょっとしかですかね。そうなの。あるでも女性去年持ってる人。なんかこう腰の隠れるぐらいまでのジッパン、はい、あれいいか。俺あれあんまりなんだよな。あれあのウエストが細く見えるんですよね。くびれが強調されます。あレギンスってなんだっけ。レギンスってなんだっけ。デニムかレギンス。レギンスってあのぴったりしてるジッパンの。あ女性が履いて、うん、よく履いてると思うんですよ。ピタピタジー。ピタジーはいいよね。それだと思います、多分レギンスって。ピタジーはいいよ。あ、レギンスってあれかな、黒いやつかな、タイツみたいな。フィッシュボーンっていうのが全然わかんない。じゃあ何の日行きましょうか。はい、あ、埼玉県の、そうだよね、行ってたね。時刻は8時24分を回りました。 79.7MHz FM ギノワよりモーニング8をお送りしております。今日は何の日ということで沖縄手帳を開いてみますと、今日は7月の12日旧暦6月の9日満潮時刻お昼12時41分その後干潮が18時37分となっておりますよ。でね、まあ、得意のって言ったらあれだけど、また私の日は何もない。得意だな。得意だよ本当に。なんだよ
じゃあ金城選手が日本代表に選ばれた日ってことにしといていい？あの琉球ゴールデンキングスの、あ、岸本だ。私もなんて言ってました？誰だよ、金城選手いたっけ？探せばいい。探せばいい。岸本選手ってじゃあ後で変えとこうかな。まあ、来年かかれますかね。まあ、でもすごいですね、日本代表って。なんか沖縄出身とか最近結構聞きますね、日本代表って。前さ、サッカーはガナハがいた、うん、あ、ガナハ選手いましたね。で最近私聞いたのは、あのどこだったかな、ブラジルかどっかの沖縄県の2世か3世が柔道、日本、あそこの現地の代表に選ばれたっていうことで、新聞だったかなで見たんですけど、すごい沖縄のなんていう の地というか、ざわ、ね、ついてるなと思いました。ざわ ついてますね。いいことですよね、この沖縄の名前がこのまた世界にこう広がっている感じがして、私はいいと思いました。はい。ってことでツイキャスも今やっているんですけれども、さっき私がちょろっとつぶやいたことに対して、リオンさんがおはようございます、女性のおしゃれ、編み込みのフィッシュボーンヘアにハイウエストデニムかレギンスは個人的にポイント高いですって、ものすごくこうピンポイントでのコメントありがとうございます。うちーさんがこの人おしゃれだはずよって言ってるんですけど、でも私もそう思いました。フィッシュボーンヘアって男の人なんどういうのか分かります？これその名の通りフィッシュボーンですよ、魚の骨みたいな編み込みなんですけどね、これ結構時間かかるんですよ、三つ編みより細かいから。来週じゃあ私やってきますよ、フィッシュボーン。こんな短い髪だけどね、長い髪だったら分かりやすくてねいいんだけど、いやすごいですね、まあ、こんな感じでメッセージありがとうございます。そしてですね、大塚健二さんという方、こちら埼玉県新座市からツイキャスで見てますよ、こちらは32、23度予報です。埼玉県、私のお兄ちゃんいるんだよな、うん、元気してるかな。ちょっとなんか落ち着いた感じでなってしまったけど、ここでですね、うちさんがちょっと今日この人の CD 書けよって言って教えてくれましたが、私もですね手元にあるんですよ、資料が。千葉名辰美さんという方、皆さんご存知でしょうか。内縄口で歌うチャンプルーミックスチャー新境地海なりの島っていう CD ですね。なんか楽しみですね、聞いてみましょう。あ、今かかってるものですか。皆さんじゃあお送りします、千葉名辰美、海なりの島。ね、今なんか沖縄すごいことになってるみたいですね。なんで？私も全然見てないですけど、ツイッターでなんか皆さん結構好きな方は、ああなんとかだー、どうしよう、あ、そうなんだ、なんかつぶやいてます。結構好きな人いるんだね、うん、よし、じゃあ、はい、でもそうさん、おはようございます。お、マリアさん、なんか久しぶりに見た気がする。電話大丈夫？これ2回目つなげるときは連続してつなげますか？うん、ありがとうございました。ピッて切った後に
に来た後に喋りながらピッピッってやって OK です。花技だね。その時に二人になった理由とかも言ったらいいよ。ピッピーやりながら、今日も山内が私に伝えんでみたいな。メガネ女子が好きって、マスさん。どんなメガネが好きですか？じゃあもう今か、あ、そっか、かけてからそのままかけるんだよね、これね。どういうことですか？うん、なんでもない、ごめん。なんでもないです。寝言だ。ちょっと今放送中ですよ。今度この人のかっこよい歌聞かせましょうね、はい、かけてからね、うん、ここ何流房っていうんですか？普天間、普天間流房、普天間流房。メガネ女子好きっていう人多いよね、うん、家族の幸せ。男の格好はどんなのが好きだった？私ダラダラしてない、広い広い BK は私は合わないと思う、私のファッション。美形ってさ、よく聞くけどさ、具体的に何もない。ダボダボしてるやつっていうか。ああ。レゲエ風に、太っている感じ。でも似合ってたらいいんですけど。デブは好きじゃない？あ、全然。デブも好き。全然、100キロぐらい。私より細くなければいいです。ふんふんふん、花々な。ということで今日はですね、誰につなぐかって、なんか今日は2人つなげる人がいて、まあ、これ後でお話しましょうね。でこのコーナーは FM ギターのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画です。さて今日の一人目、ポチ。今日はですね、なんと流房普天間店の植地哲義店長にお電話をつなぎしたいと思います。あ、もしもし、おはようございます。私 FM ギノワンモーニングエイトパーソナリティのミノと申します。植地店長でしょうか？あ、はい、そうです。おはようございます、はい、すいません突然のお電話。
あ、いえいえ。実はですね、今、はい、モーニング8という番組生放送で、ちょっと電話の出演でお電話しているんですけれども、はい、突撃朝ごはん教えてというコーナーなんですが、上地店長は今日朝ごはん食べましたか？はい。お、今日はちなみに何を食べたんでしょうか？今日はですね、はい、いつもパンを。パン食べております。あ、ってことは現在進行形ですか？あ、いえいえ。食べ終わったんですね。はい、あ、そうなんですね。パン、はい、普通の食パンですか？いや、惣菜パンというか。おお、そうなんですか。そういうのをよく食べてます。上地店長は結婚されてるんでしょうか？はい。あら。あ、はい、そうです。あら、もう。そうなんですね。じゃあちょっと、朝は、もう奥様が準備したり、上地店長が自分で準備したりと。はい。そうなんですか。基本的に、はい、奥さんが、はい、用意してくれますね。あ、いいですね。いい奥様ですね。でこれからお仕事だと思うんですが、はい、はい、リュウブは何時頃に出勤されるんでしょうか？あ、いえ、もう、はい、言いまして、はい、もう、はい、朝の7時半ぐらいには、はい、あ、そうなんですね。じゃあ私たちと一緒ですね、はい、あ、そうなんですね、はい、早いですね。オープンは何時なんですか？あ、オープン9時からなんですけども、はい、はい、ちょっとまあいろいろ準備もありますので、はい、はい、あ、そうなんですか、はい、ちなみに今日は何かお得なお買い物情報とかあるんでしょうか？あ、今日はですね、はい、日替わりの商品の特売がありまして、はい、まあ、1日通してですね、はい、ちょっとお安いですよっていうふうにちょっとやっております。あ、そうなんですね。いや、例えばどんな商品があるんでしょうか？はい、ですね、ちなみに、今日はですね、はい、少々お待ちください。申し訳ないです。あ、いえ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 、待ちますよ、私。上地店長のためなら。はい、すいません。ちょっとなんか店長さんのお声からすると爽やかな感じです。はい、はい、どうぞ。あ、申し訳ないです。はい、すいません。まあ、成果コーナーですね。はい。ナベラ。お、はい、お安くなってますね。お、2、3本。ちょっと入って一袋で、はい、まあ、税抜きで198円。お、おお、ぜひ、今晩の夕飯にお願いします。あ、いいですね。今旬ですからね、ナベラ。そうですね、うん。夏野菜もあります。ああ、いいですね。おつゆにしても美味しいし、炒めてもいいし。はい。はい、ああ、わかりました。これ聞いてる奥様方、ぜひぜひ、龍母普天間店足を運んでください。ということで、上地店長、今日もお仕事頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。ということで、上地店長、なんか爽やかで、なんかちょっと若い感じがしました、声が。うん、見た目も爽やかで、高生ね。うちさん情報でした。ああ、そうなんですね。いや、ナベラ、今旬ですよ。うん、私も最近、食べたかな、何週間か前、1週間前だったかな、ちょっと苦手だったんだけどな、美味しいんですよね。私のお母さんが作るナベラ、うっちーさん作るのうまいって、私のお母さんの方が絶対美味しいしこっち絶対私が作る方がって言わないんですよねバレるバレる、いろいろバレる。ということで、あと一人ちょっとかけていいですか？私のね、お友達、今多分東京にいると思うんですよ。お電話つなぎました。発信中。もしもし。もしもし、さきこ、おはよう。おはよう。ごめん、遅くなった、みのだよ。うん、全然大丈夫よ。さきこ、この時間から起きてた？あ、普通に朝ごはん作って、うん、うん、送り出して、まだ送り出してないけど。うん、あ、すごい、そうだったんだ。もう本当にごめんね。こんなもうちょっと朝早くから申し訳ない。うん、全然大丈夫よ。今日はちなみにどんな朝ごはん作ったんだろう？ね、うん、今日はね、うん、普通にフルーツ切って、うん、ヨーグルトを乗せて、乗せて、蜂蜜かけて、蜂蜜かけて、蜂蜜かけて、うん、
あとパン。パン出たパン。でもやっぱあれだね、なんか爽やかだね。朝ごはん、先ほど爽やか。爽やかだよ。で、最近以降はもう私、小中同じ学校だったんですけど、今、東京にいるん、また東京？今はね、福岡に。そっか、福岡だ。そうなんです。ああ、福岡だよね。でも、沖縄、もう今週帰ってくるさ、いたん。そう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 、帰ってくる。何曜日に帰ってくるの？ね、木曜に帰ってきてね、うん、長いよ。8月のね、うん、1日まで。やばくない？別居。もうじゃああれさ、満足にね、この沖縄、いろいろね、回れたりするできるね。そうそうそう、遊ぼうね。遊ぼうね、お家近いから、みんなの家泊まりに来て。うんうん、あ、本当に、うん、やったー。いいよ。行く。うん。あの、小杖も呼ぶから。お母さんにも挨拶しなきゃ。おー、ぜひぜひ、絶対喜ぶよ。本当に。ね、さっきこう、ね、今、ご飯作って送り出すって言ってたけど、今まだ結婚はしては？結構来月ね、うん、入籍予定よ。嘘。そうそうそう。マジ？おめでとう。はい、どうしよう、はい。お祝いしなきゃ。どうしよう。いいよしなくて。待って、まだミーの相手に会ってないんだけど。あ、本当に、うん、じゃあね、うん、沖縄帰るときね、来るからね、挨拶に行くね、ミーノのお家にも。本当？え、今月？え、今月帰ってくるの？一緒に？そうそう、一緒になんか両親もみんなで顔合わせみたいな感じ。え、顔合わせ、え、どうしよう。どうしなくていいよ、うん、そうなの、おめでとう。いいいい、嬉しい、ありがとうございます。いい、もう本当にラジオ聞いてる皆さんもすごいでしょ。もういいね、朝からこんな幸せな情報を聞けて。そうなんだ、よかったね、おめでとう。ありがとう。じゃあお祝いしなきゃ。福岡に遊びに来て。じゃあほんとそれよね。小銭とお金貯めて行く言ってね、行けなかったからよ。ごめんね、もう。うん、いいよ、いつでもずっといるから。ああ、やった、やばい。ちょっとじゃあちょっとお祝い準備しなきゃ。みのも、え、いいいいいい、しなくて、会ってくれるだけで十分。会ってくれるだけでいいの、本当に。いや、うん、心の中ではちゃんとお祝いしようとか思ってない。思ってるよな。思ってないよ、思ってないよ。え、そこまで言うなら期待するよ。本当だよね、ちょっとじゃあちょっと期待してて。そうそう、うん、ちょっと計画しないとな。いい、そっか、分かった。ありがとう、なんか今日ちょっと電話つなげて本当によかったよ。あ、本当によかった、うん、ありがとう。ありがとう。ぶりすぎて、いや、うん、本当に。いや、ちょっとじゃあ、そうそうそう、旦那様にもよろしくお伝えください。はい、奥でラジオ聞いてるよ。あ、ありがとう。あ、そうですか、おはようございます。、うん、はい。じゃあちょっと今週会えるの楽しみにしてるからね。え、うん、本当に余興頑張ってね。 ありがとうございます。はい。頑張ります。じゃあまた後で、はい、また連絡するね。はい、後で、うん、はい、ありがとう。はい、ありがとう。バイバイ、頑張ってね。バイバイ、ありがとう。はい。ということで、さきこもびっくり、おめでとう。さきこっていう名前も可愛いでしょ。お花が咲く子供の子って書いてさきこっていうの、あだ名がさっこっていうの。うん、一応めっちゃ可愛いから、本当に可愛い。しかもスタイルもめっちゃいい。もうみんなさ、伝わらないと思うけどさ、私が今まで会った女性の中で一番ですよ、可愛い、本当に。で、面白い、テンションもいいぐらい明るいし、本当にね。うん、いや、もう最高。もう本当にな、もうみんなにね、もうラ、本当にラジオっていうのが残念っていうぐらいの可愛い。ということで、今日はね、なんで2人繋いだかって言ったら、ウッチーさんが俺ちょっと今日ちょっと相手準備したからって言って、リュウボーのね、店長さん、ウエッチさんも繋いでよかったですけど、その連絡がなかったんですよね。連絡ミスってことです、ただ単に。あいー、なんかラジ、あ、勝手に曲流してきよった。ということで、ウッチさんからのリクエストですか、これ。何、タイトル、ソーリーではない。じゃあ、アーティスト名が、これ、US3 ですかね。タイトルが、カンタループ。みんな行くんでしょ。一緒に行く。何仲間。
大丈夫、大丈夫かそんな問題じゃない、もう10分で馴染める、うん、じゃあ身のリズムやって、あとはメールも来てるので、うん、4つババッといきましょう。身のリズム今日は短めにいきます、ごめんね。いえいえ、やった、嬉しい、さっき子すごい、結婚式よちゃんとお金包まんと。本当ですよね、うん、いいって言うよ、そりゃラジオでも受けるアイデアもそうそう。ほら、みーのはいつ結婚の報告に来てくれるのって。今年ではない。あ、そうなのなんだよ、来年ぐらい。そうですね、もしかしたら来年ぐらいですかね。じゃあそれまで脱毛してかって感じ、うん、まあ理由はわからないですけどやっぱりね、嬉しいね、みんなね、結婚の報告ってこんなに嬉しいですね。そうなんだ、うん、私の周り、なんかこの授かり婚だとか、あ、そういうのがほとんどなんですよ、うん、もちろんあの結婚前提に付き合ってる元での授かり婚だったので、だからみんなあの子供を産んで結婚式を挙げるとか、はいはい、子供ができたって分かったから籍を入れるとかでパタパタしてたんですよ、うんうん、実際私が今週あの招待されてる結婚式、うん、前この番組にも出ていただいた友達なんですけど、あの妊娠しながらこの結婚の準備もしてっていうと本当にパタパタしてるんですよ、うん、でこの人によってこのつわりだとか体調って違うじゃないですか、うん、波があったりして結構多分きつい方で、この友達は。だから、まあ、本当に大変だなと思って、うん、こうポン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 とこのなんていうんだろう、ちょっと計画的に進んでる、うん、さっこちゃん、はい、なんかこのね、報告っても嬉しいですね。いいですね、うん、雪ちょっと多いんだ。まあでもきっかけなるからね、うん、いいきっかけ。じゃあ、ミノリズムいきますよ。はい。ミノリズム、お送りしたいと思いますけれども。ミノリズムって感じですよ。ですね、私あの昨日あのですね、沖縄タイムスのサイトにあった記事なんですけれども、フランスであの世界各国のなんか紹介をしている月刊雑誌っていうかあるんですけれども、 GEO という書かれた雑誌なんですね。これ私ちょっと名前読み方が分からなくて、どんな風に読めばいいか分からないですけど、一応スペルは GEO と書きます。で、この雑誌実はフランスで発行されているものなのに沖縄の紹介されたということで、日本の亜熱帯地域があって、そこはすごいあの自然がいっぱいあるところでだとか、その雑誌はその観光のことだけじゃなくその土地の紹介、歴史とか文化とかで、今こういうところが若者に受けているスポットだとか、そういうのも細かく結構紹介してくれる雑誌なんですね。すごいですよね、ヨーロッパのフランスがですよ、この日本のこの小さい島紹介してくれてるんです。しかも細かくですよ、琉球という昔は国でアジア諸国と貿易をしていてって、こういうことまで書かれてるんですよ。すごいですよね。
ね、私なんかこの沖縄多分海外の人アメリカだとかヨーロッパのねフランスとかイギリスとかそういう人って沖縄ってあまり知らないんじゃないかなって思ってたんですよね、まあ、アメリカの方はちょっと知ってる方はちらほらいるかもしれないですけどヨーロッパの沖縄知ってるって言ったらおお、なんで知ってるんですかって聞きたくなるしなんでですかねハワイと同じような環境なのに沖縄って知られてないんですよねうん、私それが不思議でたまらないけどでもこれがね大きな一歩じゃないかなと思いますよすごいですよねどん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 もう沖縄紹介してほしいですよねもう無料で なら情報提供してほしいです沖縄ももう沖縄もねハワイみたいにウェルカム精神でいろんなこの外から来る人を受け入れて受け入れて自分たちはこんなところだよっていうのをアピールしていってほしいなと思いました今日短いですけどこれでミノリズム終わりたいと思いますということでそのままメッセージ紹介していきましょうね今日はね女性のファッションについてお話ししてますよ行きましょうラジオネームチャライ AKB ファンさんヘイヘイ山内ちゃんかまってみーの下打ちしよった山内さんがモーニング8を聞きのリスナーさんチースいつものキャラの俺だぜテーマ女性ファッション可愛い子がネイルしてたら俺はいいんじゃないの電車の中で生肩見える服装もめちゃええやん最高やん以上だって最近なんかこの肩出しのファッション流行ってますよ女性はうんテレビを見てるとわかると思いますあこの女の人もなんかこの肩出しファッションしてるなみたいなその両肩をがねこう出てるファッションあるんですよちょっと肩両肩そうデコルテが見えるぐらいのんこの鎖骨が見える鎖骨って言っててごめんちょっとおしゃれに言いたかっただけすいません今日ちょっと一応おしゃれ女性のねファッションっていうかおしゃれってテーマですからファッションですから私もあの服装可愛いなと思うやってじゃないでも私似合わないからじゃあ本当似合わないんですよ本当に自分でも分かってるあれはこちら紹介しましょうみーのおはやおう山ちんおいっすエコザイルでしたとさで違う今からだっちゅうの自分はセンスないから普段から T シャツにジーンズとラフすぎる格好しかしないわけさ。なのでセンスあるファッションする女性は好きだな。しかも大体格安ファッションでコーディネートしてるからすごいと思う。そういう娘が彼女になってくれて、そういう子が彼女になってくれて、自分もコーディネートしてくれないかな。あ、ただいま彼女募集中ですよ。じゃあ後からやーって。わかるよ。わっせいこのリーズナブルなって。リーズナブル。なファッション可愛いって思ういいですよね高いからいいってわけじゃないしきっちりとしたやつドレスああボンドガール的なボンドガールって何ですかすいません全然関係ないけど今ジェームスボンドしか出てこなかった相手役あそう遠いなちょっと間接的すぎましたよ今ドレスかあドレスね私ドレス似合わないからななんかあのロングドレス似合う人いいですよね私似合わない身長が私低いからまずドレスが床についてしまうんですよ高いヒール履けばいいって歩きにくいわもう大変だよそんなファッションいいよ私には似合うファッションがあるって分かってるから、うん、私のファッションは無理しないよ背伸びしないよ私はこちらもね今日3通目ですよ銀のトロンボンさんあ山内さんリクエストマニアックでやっぱりなかったんですねまた来週にリクエストしますということでそうなんです銀のトロンボンさんからリクエストあったんですけど今日ちょっと見つけられなくて申し訳ないですまた来週もお待ちしておりますそしてこちらも紹介しましょうみのちゃん夏至入りて夏あこれ
夏ごいさり、夏払いさり、なんだっけ、名護押し払いさり、なんだっけ、なんだっけ、これ祇園祭り始まりの今マヨの、マヨの新魚のぬくもり感じて、ぬくもりでいい、これファンキーにグルービーにスイングしようぜ、チュキュラー R&B だぜ。おはようございます。レジェンドネーム、な長野のむ長野 .com です。おー言えたよ難しいな。今朝の奈良は雨です。あ、そうなんだ。7月から祇園の祇園祭のほこたて祭り、ほこたても始まりました。家族で祇園祭りの何これ宵山など見物に行きましょう。じゃあポット魔法瓶リクエスト雨森高千里ちゃんってありがとうございます。あー、ちょっと後で調べてみよう。この祭りは内地の祭り行ってみたいって前も言いましたよね。また来週も多分同じこと言うんで私行っちゃいましょうよ FM ギノワンで。ということでお送りしました。この後も FM ギノワンでお楽しみください。また来週。京都観光情報が一番最初に出てきた。おじいちゃん何度も同じこと言ってよ私も同じこと何度も言うよおじいちゃんだってさ。みーの、じゃあ来週あれして、このフィッシュボーンと肩なし、はい、肩なしはやめましょう。なんで本当にやめようけ、じゃあどうしようか。他に今流行ってる洋服はどんな感じのがある？まあ夏だから袖ありですけど、寒いんですよねここ。あ、じゃあもう暑くするよ機械だから私もう肩も隠れる袖ありをいつも着てくるんですけど。ワンピースってなんかリクエストがどんどん来るね。この中から決めようか。じゃあ、あ、いいですよ。私が持ってるものでワンピース、ワンピースでも何度か着てんだよね、うん、これなんだ祇園祭り。めっちゃすごいね。おみこしの中に人がいるやつ、うん、もしかして、うん、すごい。あ、すごい、地図まで載ってる。祇園祭りは有名ですよ。こんなにあるんだ、うん、へえ。めっちゃ行きたい。行こう、行って新婚旅行して。あ、本当に行きたい。あ、ムックさん浴衣って出てきたよ。来週、うん、浴衣は似合うんじゃないか。私リュウブやってたから着物は。だってさ、今の髪の感じと浴衣めっちゃ合いそうだな。でも浴衣の時は髪アップですよ。これがいい浴衣はさ、祭りの時にやろう。あ、いいよいいよ。あの手だ、あ、羽衣祭りの週。どうする？羽衣祭り 何日でしたっけ？ 8月？ 8月6日。じゃあもう来週は普通にするか。来週普通にして、うん、羽衣の週の時に浴衣にしよう。